皆さん、こんにちは。福大です。今日は日本の文化を紹介します。難しいトピックですから、よく注目してください。日本の文化で一番好きなものは日本の国歌です。日本の国歌は君が代です。この歌は世界の国歌で人気がなくても、私は一番面白い国歌だと思います。とっても綺麗だし、雄大だし、それに歌詞も感傷的ですよ。一緒に聴きましょうか。だけありますが、奥の意味を持っています。これは歌詞です。ここで歌詞を読めます。一緒に読めましょうか。君が代は千代に八千代にさざれ石の岩を隣で苔の無数まで。英語で May your reign continue for 8,000 generations until the tiny pebbles grow into massive boulders lush with moss. はい、スポーツの大会が始まる前に日本人はいつも国歌を歌わなければなりません。国歌を歌うとき、皆さんは座ってはいけません。だから、剣道の大会へ行ったら、国歌を歌いながら立ってください。ビデオを見てください。私は歌詞がわかりません。それで
英語の歌詞しか分かりませんでした。皆さんも歌いたかったら一緒に君が代を歌っていただけませんか？ありがとうございました。